こんにちは、木下優香です。今日はね、新商品のピザを2枚買ってきました。こっちが L サイズで、こっちが M サイズです。はい、間違えました。もう両方 L を買おうと思っとったんやけど、ネットで注文したらね、ついつい間違えちゃいました。すいません。で、今日買ってきたのがですね、じゃん。今ドミノピザでは期間限定で厳選したご当地グルメを絶品ピザにっていうピザを出しとるんですよね。で、右が仙台名物牛タン焼きのピザ、左が横浜の味エビとシューマイのピザ、左が駿河の香り桜エビのグラタンで、右が名古屋発祥台湾混ぜそばです。はい、こうやって見るとね、 L サイズってお得ですね。こっち M サイズですからね、全然大きさが違いますね。 S ってもっとちっちゃいのかな、これぐらいで1500円以上注文したらポテトがついてきました。で、今回のこのね、ご当地グルメを絶品のピザにっていうのは、クワトロで4種類の味が食べられるピザもあります。私はね、ハーフ&ハーフの L を2つ買ったつもりが、 L のハーフ&ハーフと M のハーフ&ハーフでした。まあ、こういう時もね、あります。こういう時が多いですけどね。じゃあドリンクはコーラです。いただきます。まずは仙台名物牛タンのピザです。で、牛タンがね、ゴロゴロ乗ってます。牛タンのピザって合いそうでなかった気がしますね。うん、牛タンのね、なんかコリコリした歯ごたえと、あとこのアスパラの香りがね、すごくよくて、めっちゃ美味しいです。ほんと牛タンのピザって珍しいですね。超美味しいです。サービスでついてきたポテトです。ホクホクタイプですね。で、次は横浜の味エビとシューマイです。めっちゃシューマイ感があります。シューマイを食べてるかのような感じですね。で、エビがね、プリプリしとって美味しいです。このね、ひき肉がさ、めっちゃね、シューマイのね、味付けですごいシューマイ感が出てます。で、次が名古屋発祥台湾混ぜそばです。でもそばは乗ってないのかな。ちょっと厚切りめのニンニクが乗っとって香ばしくてめっちゃ美味しいです。台湾混ぜそばのピリ辛な味付けがひき肉にしてあって、卵黄ソースがね、絡んでてマイルドな感じになってます。で、次が駿河の香り桜エビのグラタンです。すごい桜エビの香りがいいですね。この桜エビとグラタンが合わさっていい感じです。すごいよく合ってます。台湾混ぜそば、味が濃くて美味しいですね。牛タンがね、程よいね、硬さでね、コリコリっていうか、サクサクした感じでめっちゃ美味しいです。これね、アスパラとさ、すごくよく合ってるけどさ、なんでアスパラと合わせたんでしょうね。なんかアスパラと牛タンの組み合わせってそんなに料理でない気がするけど、でもめっちゃよく合います。アスパラ、香りがいいですね。このグラタンのホワイトソースとエビの相性がすごいいいですね。ピザとコーラよく合いますね。これエビとシューマイのピザはさ、もう超シューマイ感がね、出とってね、なんかピザ食べてるのにシューマイ食べてるみたいな感じがして、すごい不思議な感じです。最後の1枚いただきます。ごちそうさまでした。ドミノピザのご当地グルメピザ、どれもね、それぞれめっちゃ美味しかったです。私がね、好きだったのは、牛タンのピザと台湾混ぜそばのピザが好きでしたね。牛タンピザはさ、大好きな牛タンがたっぷりのっとったけ、そこが良かったですね。台湾混ぜそばはね、味が結構濃いくって、で、これまたね、私の好きな卵の黄身が乗ってて、あとね、ニンニクが乗ってるのがね、良かったですね。でもあとの2つもすごい美味しかったです。なのでね、それぞれね、ほんとちゃんとそのご当地の食べ物をね生かしとる感じでとっても美味しかったです。皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、よかったらコメント欄などで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。